施設の入り口に目印となる門がある。道の駅サンフラワー北流は北海道流郡北流町にある道の駅である。日本一の面積のひまわり畑で有名な北流町がひまわりを核にした地域おこしの中核施設として1992年6月に開業したサンフラワーパークが1995年1月に道の駅に指定されてものである。 向かい合う巨大な竜がしつらえられた中華の北竜門が入り口にあり、地元特産のひまわり関連商品が多数並んでいる。建物は2階建ての中世オランダ風の外観となっている。北竜温泉の施設があり、サンフラワーパークホテルが日帰り、宿泊施設を兼ねる。内風呂は、下水、加温度化循環方式。露天風呂は、加温かけ流し。ただし、 設備の故障に伴い一時期水道水の沸かし湯で営業していたこともあった。ABCDE 心安らぐ道の駅場北海道新聞ひまわりの里売り出せサンフラワーパーク開業北海道新聞道をよってけ道の駅サンフラワー北流町ひまわり商品一面に北海道新聞 ABC 北流温泉配管破損か水道水で 営業継続別宣言で26日再開へ。北海道新聞。P68。マップル温泉宿11秋文社。北流温泉に関するカテゴリー。ありがとうございます。